はい、日本の皆様ボンジュー、ご視聴ありがとうございます。本日はですね、こちらトゥールーズから少し離れたところのコロミエというところにあるスタジアムへやってきております。ここではフランスの2部リーグプロ D2 の試合が今日行われます。フランスの2部リーグ、果たして日本のリーグ1と比べてどの程度なのか、この目でしっかりチェックしていきたいと思っております。スタジアムはですね、客席との距離が近くて本当に素晴らしいです。このコロミエには2000年元日本代表の吉田義人さんがプレーしていました。チームのスタッフの方に聞いたら、吉田昔いたなって言ってくれまして、まあ、このジャージ着てたっていうのもあるんですけど、すごいスタッフとか控えの選手とかとも結構仲良くなれまして、もうねめちゃめちゃ楽しいです。これがやっぱラグビーですわ。まあワールドカップ期間中でこういう国内の2部リーグとかちょっと霞んでしまうかもしれませんが、なかなか日本人には馴染みのないこのプロ D2 を本日は皆様へお届けしたいと思います。このチャンネルはコベルコ神戸スティーラーズを応援するチャンネルです。ワールドカップ期間中はフランスのラグビーの情報をたくさんお届けしていきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、ということで試合終わりまして、地元のコロミエが勝ちました。まあ、試合の内容すごく良かったんですけど、僕が感じたのは試合が止まっている時間がすごく短いなと、プロ D2 にはそういう印象を受けました。日本よりレベルが高いか低いか僕が言えることではありませんが、でもやっぱりレベルはすごく高いなと思いました。そしてなんといっても会場の雰囲気がとてもいいです。ぜひね、トップ14ワールドカップ国際試合だけじゃなく、こういった地元のチームの試合もぜひ見に来てほしいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。メッシー僕アビアント。